ルイーズ・エリザベート・ド・ブルボン・コンデは、フランスのコンティ公、ルイ・アルマン2世の日、コンデ公、ルイ3世と、ヒルイーズ、フランソワーズの娘として、ベルサイユで生まれた。1713年7月9日、重帝であるルイ・アルマンと結婚した。なお、同時期に、ルイーズ・エリザベートの兄ブルボン公、ルイ・アンリが、ルイ・アルマンの姉、マリー・アンヌと最初の結婚をしている。 ルイーズ・エリザベートは、夫との間に一男一女を設けた。ルイーズ・エリザベートは、美しい女性で、性格は、非常に穏やかで物腰も感じが良いと言われていた。彼女は、1716年に、夫が天然痘に倒れた際も、熱心に世話をした。しかし結婚生活は不幸だった。ルイ・アルマンは妻を、両親の咎めもなく騙して、浮気をし、そのくせ彼は、 半分以上な人物で嫉妬深く暴力的だった。虐待されたルイーズ・エリザベートがハンサムな容姿のラファルコーと愛人関係になるのも無理はなく、二人は関係をひた隠しにして密会を続けた。妻の浮気に気づいたルイアルマンは嫉妬に狂って妻と喧嘩になり医者が呼ばれる騒ぎとなった。彼女はとうとうたまりかね、母、ルイーズ。 フランソワーズの元へ逃げ、それから、夫の手の及ばぬ、修道院へ逃げた。ルイ・アルマンは妻を取り戻そうと、高等法院に訴え出た。第三者の下した判定は、正常な夫婦に戻るようにというもので、1725年に、ルイーズ・エリザベートは、夫の元へ戻った。ルイ・アルマンは、はじめ妻を、ィール・アダム城に閉じ込め、なんとか、ルイーズ・エリザベートを説得した結果、 1727年には、パリへ戻ることができた。それから間もなくして、肺の感染症により、ルイアルマンは休止した。家父となってからのルイーズ・エリザベートは、公的生活に戻り、1746年には、ポンパドゥール夫人の取り巻きの一人となっていた。ルイーズ・エリザベートは、1775年に、パリで大往生を遂げた。ありがとうございます。